今回は先日掘り出した超極太個体のご紹介をさせていただこうと思います。まずはじめに羽化不全の個体なので嫌いな方は見ないことをお勧めいたします。と同時に命の大切さも感じていただけると幸いです。早速ですが体調を測ってみました。羽化不全のためしっかり測ることはできませんが、体長約 66.5 ミリです。続いて顎幅です。約 8.1 ミリです。このサイズでの8ミリ超えはなかなか見ないくらいの極太になります。続きましてこの個体かぐやの血統産地名前の由来など簡単にご紹介させていただきます。もうかなり昔のお話になってしまいますが、極太オオクワガタをブリードしている方から直接ペアで購入させていただいたことから始まります。そのペアから幼虫をたくさん取り孵化させてきましたが、親を超えるような個体は出ませんでした。それから数年間にわたってさまざまな血統の国産極太個体を入手し配合と選別を繰り返してきました。その結果今では極太と言える個体も一定の確率で出るようになりました。それがかぐやになります。まだ血統とは言えませんが、今では外部の血を一切入れずに続けており、これからもそのつもりで続けていこうと思っております。このまま産地についてもお話しさせていただきます。先ほどもお話ししたようにさまざまな血統や産地の個体を配合しておりますので、地域を限定した産地を言うことはできません。ただ外国のオオクワガタと混ぜることは絶対にせず、国産に意識してまいりましたので、産地が不明ではなく日本ですと言い切れます。ですので聞かれた場合や記載は国産もしくは日本産としておりますので、よろしくお願いいたします。最後に名前の由来になりますが、極太個体の選別と配合を繰り返していくうちにライン、管理名がとても複雑になってきました。何か簡単な名前をつけて管理しようかなと考えた時、ちょうど月明かりが光る十五夜の夜でした。そして私の基本的な考えとして、極太はメスが大事と一番に考えているので、メスを意識した名前を付けさせていただきました。以上、よく聞かれる内容
簡単にではありますが動画にさせていただきました。